谷昭和橋。昭和63年3月、修理したの。ランタンは割とツルツルしているから新しい時代のランタンじゃないですかね。富高川昔からある道だと思うんですよね。中世とか古代からある道だと思います。北川内橋、なんかここ通るとき気になる地形がちらっと見えたもんで寄ってみたんですけど、階段に削られてますね。だけどなんか城跡っぽくないですね。これ気をつけんとですね、こういう地形がたまにあるんですよね。でもな、もしかしてですね、
昔縄を作ってた可能性があるんですけど、やるときれいに、これはガソリンにはなってることになってますけどね、削ってあることは削ってありますよね。なんで削ったんですかね。冬になったら来てみる価値がある場所ですね。ここは内側です。